渋谷109が35周年を迎えました。今日はこれからアニバーサリーパーティーが開催されます。4月28日渋谷の日に109ニュース渋谷編集部がオープンしました。かっこいいサイトですよね。今日はそんな情報の発信源となる109ニュース渋谷編集部の編集長の大松さんと109ライターの皆さんに来ていただいております。皆さんどうぞ舞台へお願いいたします。まあ、今日渋谷の日、4月28日渋谷の日ということで、本日ですね、ようやくオープンすることができました。どういうサイトかというと、もちろんですね、渋谷109に来ていただけるお客さんにですね、役に立つ情報から、まあ、渋谷の情報とか、若い、女の子のための、いろいろと役に立つものをもうぎっしりと詰め込んだサイトに、なっておりますので、ぜひ一度ご覧いただきたいと思います。並んでいる、女の子たち、ショップ店員の子とか、人気の読者モデルの子たちなんですけれども、この子たちにも実際、そのサイト内で記事を書いてもらうというのが今までいない取り組みになっていると思いますので、ぜひ注目してください。皆さんこの後ファッションショーでうずうずしてるかと思いますけども、ぜひですね、その、109ニュース渋谷編集部、この名前だけですね、絶対に忘れないで、ぜひ、帰りの途中でもスマホで検索して、一度でもいいので見ていただければと思います。よろしくお願いします。渋谷109 35th anniversary history fashion show check it out。登場したのはクミッキーこと船山久美子さんです。35年前流行した短いスカートスーパー女子高生の服で登場。フラッシュが大量に焚かれています。お客さんたちの歓声がすごいです。ハイビスカスギャルとココナッツギャル、35年前に流行したこのファッション、こちらも人気のモデルさんの登場に会場が沸いています。
つげも十分に盛られた感じが印象的です。続いてはプリンセス系姫ギャル矢野アンナさんです。またまたこちら雰囲気もガラッと変わったフェミニンな感じ。あ、また一段と高い歓声が上がりました。続いてはイズさんと森彩さんの登場。 LA セレブ系カジュアルと東京モードカジュアル、東京モードカジュアルのファッションで登場です。少し最近の見覚えのファッションに近づいてきたかなという印象もあります。また一段と大きな歓声が上がりました。鈴木彩さんの登場です。渋原系ファッションでの登場。フラッシュの光もすごいですね。その女の子たちがカメラやスマートフォンを向けて手も振ってと大変そうなことになってます。次はセクシーエレガントギャル高本レミさんの登場です109。35周年ということで、メイジェイさんがバースデーソングをアカペラで歌ってくださいました。そしてなんとバースデーケーキを宮城大輝さんが、はい、どうも、はじめまして、運んでくださいました。キャー、どうもです。ねえ、では皆さん手拍子でちょっとね、バースデーフィーリングを盛り上げていきましょう。渋谷109、35周年、本当におめでとうございます。こんな素敵な場所に呼んでいただき、ちょっと場違いかもしれませんが、皆さんよろしくお願いします。
そうですか、たくさんの美女に囲まれてドキドキ、ね、いやもうハレムですもんね。はい、すいません。もう心臓が口から飛び出そうな、はい、心臓が口から飛び出そうな、そう、もうさっきはずっと緊張してるんですよ。これ倒したらどうしようとかすげえ思ってて、大変大変。ありがとうございます。では、メイジェイさんも一言、改めてメッセージを送ってもらえますか。そうですね、本当に35周年おめでとうございます。あの109は本当に日本の女の子だけじゃなくて、もう世界中から集まってくる女の子たちが大好きな、そんな存在なので、これからもたくさんの女の子を輝かせる、存在でいてほしいなと思います。はい、本当におめでとうございます。ですね、本当に今回の109さんのイベントっていうことで、あの今回初めてですよね、はい、初めてなんですけど、なんかこうやってやっぱりこのギャル誌を盛り上げてきた皆さんと出る機会ってなかなかないので、やっぱりなんかこうみんなで誕生日をお祝いできたのがすごい嬉しいです。はい、皆さん、35周年アニバーサリーパーティー、本当に豪華なゲスト、そして歌もありで素敵なイベントになりました。私もアムロのファッション、こちらを見て懐かしいなと思ったり、これからもまだまだどんなファッションを発信してくれるのか、109楽しみにしています。